5日間シリーズの恵比寿よしかず杯シリーズ4日目、今日は朝から風が強く安定板を使用して対戦カードが進んできました。競争水面地は今日のラストカード3つ目の順位第12レースを迎えています。依然として風が強く、この第12レースも安定板を使用してレースが行われます。水面上の対戦メンバーは1号艇民所高春、2号艇樋口亮、3号艇和田拓也、4号艇中里正史、5号艇渡辺隆、6号艇別府正樹、以上6選手が争います。インコースは1号艇の民所高春です。人気の中心です。隣にコース2号艇の樋口亮です。3コースには3号艇の和田拓也、4コースには4号艇の中里正史です。5コース稼働には5号艇の渡辺隆、大外6コースが6号艇の別府正樹です。スタート展示と同じ並び体型です。枠番通りの4対2と分かれました。進入インコースから1番2番3番4番ダッシュ5番6番です。スタートしました。2号艇の樋口いいスタートを切っています。さらには4号艇の中里一周1マーク、1号艇のミーショが逃げる、2号艇樋口の差し、外は3号艇の和田、バックストレッチ1号艇のミーショを押し切っています。先頭2号艇の樋口が2番手、3番手は3号艇の和田拓也、内からは4号艇の中里に6号艇の別府です。3艇の3番手の水、その後ろは5号艇の渡辺、スタート正常でした。一周1マーク1号艇のミーショ、そして2号艇の樋口ホーム直線コース、3番手は6号艇の別府外、内は4号艇の中里、相田3号艇の和田拓也、ホーム直線コース、4号艇の中里内から判定心リードを取っていますが、4号艇の中里あまりリードなく、3号艇の和田拓也、さらには6号艇の別府、内からは5号艇の渡辺接近してきます。かわす4号艇の中里、3号艇の和田拓也、バックストレッチ4号艇の中里が3番手争い抜け出しました。先頭は1号艇のミーショ、2番手2号艇の樋口、3番手争い混戦に抜け出した4号艇の中里上位体制、1番2番4番の体制で2周2番からホーム直線コースです。1号艇のミーショが人気に応えて先頭レース、これから最終周回に入っていきます。2番手は2号艇樋口、3番手4号艇の中里、6艇身7艇身リードを取っています。4番手以降3号艇の和田拓也、6号艇の別府、そして5号艇の渡辺です。最終周回1番から最後のバックストレッチです。1号艇のミーショ、2号艇の樋口、4号艇の中里で上位体制形しています。1番2番4番の体制です。その後ろが混戦模様となっています。6号艇の別府、5号艇の渡辺、3号艇の和田拓也です。ラストターンマークの旋回、1号艇のミッションインから人気に応えました。明日も絶好枠で登場ということになります。2番手2号艇樋口、3番手4号艇中里、先頭1番のミッションゴリ、7番の樋口、4番中里ゴリ、6番別府、3番和田、ラストは5番の渡辺ゴリ。